受け取りましたね。はい、こちら側の皆様を緊張が解けた。はい、じゃあガクトズルいただきますか。お願いします。はい、いいですね。はい、いただいてます、はい。はい、日向翔役を演じさせていただいています菅健太です。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。そうですね、早いもので4作目になりました、ハイパープロジェクション演劇配給ですが、僕個人の、まあ、見どころとしては、初めてちょっとこうこの作品を俯瞰で見れる立ち位置というか、日向としてこうちょっと冷静に、コートの外から見れる瞬間とかがある作品で、僕個人としてはすごく面白く、そこが楽しく毎日、稽古させていただきました。今回はあのセッターの話だと思っています。ボールを託す人たちの話になると思います。誰にどう託すのか、そこをぜひ見ていただきたいのと、あとは、音楽との寄り添い方がさらに強まったと思います。まあ、この作品一つが一個の競争曲のような、そんな作品になっていると思います。そこもぜひ注目して見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、影山飛雄を演じさせていただいています、木村達成です。よろしくお願いします。はい、さっき健太も言ったんですけど、今回は大まかにセッターのお話ということなんですけど、まあセッターは常に誰に挙げて1点を取るかというのを考える生き物なんですけど、このタイミングで誰に挙げるっていうのも一つの見どころだと思いますし、また新たな見どころとしては、そうですね、それぞれのセッターのいいところを吸収した影山も初演再演前作と違ってとても見どころだと思いますので、ぜひ注目してみてください。よろしくお願いします。はい、菅原講師を演じさせていただいております井上裕樹と申します。本日はありがとうございます。はい、今作から今作からというか、今作ついにセッターが中心とした話になりまして、で僕個人の菅原という役も公式戦影山が入ってきてから初めて出るということで、その彼の緊張と僕自身がそのセンターのコートにいるっていう緊張が結構相まってですね、なんかいろんな感情が出てくるんですけども、あとは3年生カラスの3年生の話、ただそこで試合が行われてるんじゃなくて、昔落ちた強豪から復活して今ここにいるっていう3年生の強さと、あと1、2年生との絆、そして菅原が入ることでこの成城とカラスのどう影響していくのかっていうのを楽しみにしていただければなと思います。はい、及川徹役の東光介です。お願いします。今回もう僕も成城も最初は余裕といいますか、舐め切ってる部分もあって余裕なんですけど、菅原が入ってくることによってアスリートといいますか、なんだろう、結構展開が変わるんですけど、そして2幕3幕とやっていく中で成城が焦って、最後にはどっちが勝つか分からないという状況に、言うこと言わないです今のテンションどっちが勝つのか分からない、はい、その緊迫感、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、岩泉はじめ役を演じさせていただいております小松亜蓮です。今回は初演再演と描かれてなかった過去のドラマが描かれているので、それはすごく一つの見どころだと個人的には思っています。まあ、僕個人であれば、その岩泉と及川の過去、そして及川と影山の過去、そして及川のもう一つの一面性が垣間見えるのが今回だと思うので、そこに注目してご覧いただければと思います。よろしくお願いします。そうですね、ハイパープロジェクション演劇っていう名前がついて早2年なんですけど、なんかようやく
ハイパープロジェクション演劇になったかなというか、まあ、元々演劇は演劇だったんですけど、ハイハーぐらいですね。今回ハイパーにようやく格上げしたぐらいでかい劇場でびっくりするようないろんな演出をやっておりますので、ぜひお楽しみください。はい、ありがとうございます。菅さんから順番にお願いします。すごい質問ですそうですね、熱ですね、まあ、熱量ありきというか、本当に役者の熱もそうですけど、スタッフの皆さんの熱だったりを僕たちも演じていてすごく感じますし、熱がないとお客様に届かない部分がすごく多い作品だなというのをいろんなタイミングで感じさせていただいています。だから僕らの武器も熱量だと思っています。すごく、まあ、スポーツもきっと気持ちだったりとか熱みたいなものがすごく大事だと思って、この原作の配給の漫画も熱量みたいなのもすごくビシビシ感じる部分があるので、熱ではないかなと思います。はい、演劇配給とか、なんですかね、意味のないことなんかないと改めて感じさせられた舞台です。はい、どういう意味いや、なんかこんだけ人数が多いと誰がフューチャーされてっていうのが絶対あるじゃないですか。その中で、まあ、描かれてない人たちがどういう目配りをして誰にどういう感情を抱いてるのかっていうことを一つとってもこう、なんていうんですか、そのワンシーンが埋まるというか、なので、まあ描かれてない人たちこそ演劇配給の、なんですか、こう縁の下の力持ちじゃないですけど、影の立役者だと思うのでこの言葉を選びました。はい、はい、そうですね、こう日向とちょっと似ちゃうんですけど、気迫ですかね。本当に初演からこういろいろやってきて今回で4作目ってことで、まあ、どの作品に関してもやっぱりみんなの本気度がすごい伝わる作品 でやっぱりそれに自分も乗らせられますし、で自分がちょっと元気ないなっていう時もやっぱみんなの力を借りたりっていうので、その気迫っていうのでみんなで助け合いながらやらせてもらってるなっていうふうに思います。それはチーム関係なくチームワークとしてすごいいい関係になってるんじゃないかなと思います。はい、挑戦の挑、挑むですね。やっぱ新しいことをやり続けてるんで、今回もたくさん、先ほど大森さん言ってた通りあるんですけど、僕ら自身もすごい不安なことも多くって、それをお客さんにどう受けるんだろうとか、本当やってみないと分かんないので常に挑み続けてるのかなって思うので、挑、挑むを選びました。はい、挑むですね。はい、あれ感じそれですよね。うん、シュシュシュ。はい、一言で言い表すと家族だと思います。本当にそれはもうこのスタッフさん含めて臭いんですけど、その本当に大家族ってこんな感じなんだろうなっていうような、本当にみんなの熱量であったりだとか、その言いたいことを言い合うような関係、中にはそのいろんなごちゃごちゃしたものを支えてくれるお父さんがいたりお母さんがいたり、そういう関係性を作れているのがこのカンパニーだと本当に思います。森さん、いかがでしょうか。なんだっけ、演劇配給を一言で、一言で、はい、一言で、まあでも演出家としてはすごい本当に大きい遊び場を提供していただいてやらせてもらってるなと思いますし、演劇でできることをいろいろとトライ、スタッフとキャストで一緒にさせてもらって、でそれは遊び道具を発明するのと一緒で、そこにあるものでどう遊べるかみたいなことをやってるので、なんでしょう、そういう場所だなと思います。はい、大きい遊び場で大丈夫。はい、大丈夫です、大丈夫そうですね、大丈夫です怒られるから大丈夫はい、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。そうですね、今こう日本に、まあ、WBC だったりとかサッカーのワールドカップの予選だったりとか、熱いスポーツの風が吹いてきてると思います。僕たちも熱い演劇というスポーツとバレーボールで新しいスポーツを生み出し、
それを皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ劇場に、いや体育館に遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。以上になります。これで、はい、じゃあこれで戻ります。はい、これも挑戦ですから、一つの僕のことは。そうです、挑戦。これで出てきて、これで帰る。ああそういう挑戦もね。挑戦ね。はい、ありがとうございました。